Você também. What?
わい。やっはっ、遊びはしまいだ。うわ、帝国軍人をなめるな。マジで行くよ。忍法分身の術、こいつでどうだ。
まい。いやっ、遊びはしまいだ。帝国軍人をなめるな。入れなさい。
行くぞ。
遊びはしまいだ。
Thank you.
行きなさい。
行くぞ。ああ、そうか。今になってやっとわかったよ。僕が欲しかったものは、本当に欲しかったものは。ああ、覚めたよ。ライ、君のおかげだよ。殴られることで初めて分かることだってあるんだよ。君が本気で叱ってくれたから、僕であることを捨てずにこうしていられるんだよ。ありがとう。迷惑をかけた。キア、ごめんよユニシア。本当はずっと君の笑顔だけを見ていたかったんだ。君の言う通りだったんだな。復讐なんて忘れてしまうことができればよかったんだ。君やクラウラがいて、レンドラーやゲック、心を開いて素直に接することができたら、きっととても楽しい毎日を過ごしていられたんだろうな。違った未来が。まだ終わってなんかいないよ、キア。これから始まるんだよ。できないんだよ、僕の魂は。誰のせいでもないよ。竜に至る儀式の過程で、僕もしろ、こうして止めてもらえたから、満足して。ふざけるな！貴様が満足だろうと。そうですわよ。罪を認めたのなら、言っちゃないと。許してあげられなくなる。泣いてくれるのかい？こんな僕のために、君たちから、いくつも大切。確かにそなたは、だからこそ、願ったが、もはや、ああ、そろ、キア、泣かないで、エニシー。君には、ずっと笑顔でいてほしい。泣いて、だから、笑ってよ。キア、いけないわけじゃねえんだけどよ。悲しみに溺れて、あいつはきっとそう言いたいんだよ。そうだね。おい、まずいことになっちまってるぞ。どうしたのだ。今さっき地上から連絡が来たんだけど、軍の部隊が臨戦態勢で急行してきてるんだ。これだけの大騒ぎなら、まあ仕方がないことでしょうね。調査に来るはずだった一部隊だけならまだしも、大関所の守備隊も明らかにこの城を敵対勢力とみなして。けど空の上にまでは軍隊だって手の。帝国の兵士には召喚術を専門にしている者たちもいる。俺のような下っ端じゃお呼びもつかないような連中だっているんだ。それにここにいる私たちはともかく、アジンたちはきっと無事じゃ済まないよ。あ、だからってまさか軍隊と戦うわけにもいかないし。心配しないで。私がその前に、そうすれば争いはきっと避けられるはず。俺がいること忘れたのかよ、リオム君。放っておいたらどのみち城は墜落しちゃいますわ。そんなのあまりに情けないお話でしょ。ああ、ここは俺たちの大切な里なんだからな。御使いとして守るのは当然だ。
それにどうせ動かすんだったらついでにみんなの願いも叶えようぜ。船を動かして幻獣界へと続く扉を開くんだよ。ギアンの夢を信じて帰りたいと願ってたみんなを連れてね。しかし、わかってるよ。言葉や理屈を並べて助けを求めてる人を拒むなんてことは俺にはやっぱ納得できないからさ。あえて今は自分巫女だの。わかってくれるよね。ええ、なるけど、もう一つの問題はどうすんのよ。半妖精のイニシアじゃ負担に耐えることができないって。ない。そう、帰ってきてくれるんだよね。またここにちゃんと、あんたは帰ってきてくれるんだよね。ギアン、今はまだ、でも姫って呼ばれることが。行くよ。ずっと。Thank you.
お次は海賊風焼き飯2つ。2人とも。にしてもさ、ちょっと前まではお客が列を作るなんてあり得。原因は多分当初壊れた区画を修復するついでにトレイユを町から都市へと。なんか嫌だな、私たちの知ってる町が。心配ないよ姉さん。うん、あの広い土地を僕たちの暮らしてる今の場所はちゃんと父さんも考えてるんだよ。はーい。はーい。あれれ、どうしたの、ライくん。ご希望通り用意できるかどうかは、とりあえず一緒に見て回ってくれ。むいむい。親方、悪いけど。むい。だけどお店の方、昔と比べたら倍近くし。気にしなくていいよ。私の畑で採れる野菜を食べて、そう思うとね、研究の方にもぐっ。おいん。ふむふむ。どうい、収穫が終わったら薬草頑張るのはいいけど、放っておくと。おい、本当に最後まで顔も見せずに行くつもりなのか。ああ、親が、あいつも想像以上に一丁前に育っ、俺様がいなくたって。なに、いくらなんでも白状すぎやしないか。次はいつ戻ってこられるかもしれん。約束がよ、エリカの病気を治してその方法を見つけるまでは。だがバカとかクソとかろくでなしってのは嘘つきって呼ばれるのだけは。そうか、つうわけだからよ。悪いが言われずとも分かっておる。あの人の居場所は二度だから、とっとと約束を果たして戻ってこ。おうよ。そうそう、この前テイラーさんがうちにやってきたんだよ。子供たちの面倒をいつも見てもらっているお礼にって、この借家を正式な私の持ち家にしてくれるんだって。もっと畑を大きくすることがどうしようかなって思う。ほら、一応私ここに家を持つってことは定住するってことになるだろうし、それなりの覚悟がいるって思うんだよね。ライ君はどう思う？仕入れのこととか困っちゃうから。それじゃあやっぱりそうしちゃおう。本当はね、もともと気持ちはそのつもりで傾いていたんだよ。ただちょっぴり誰かに後押しをしてほしかったの。ライ君がそう言ってくれるならすごく心強いもの。だからもし何か困ったことが起こっちゃった時は、真っ先に君のことを頼ってもいいよね。ありがとう、ライ君。さてと、そうと決まったら頑張らなくちゃね。早速畑の拡張工事に取り掛かる。うん、頼りにしてるよ。ずっとずっとこの街で大好きな君たちといつも笑顔で暮らすことができたら幸せだよね。